安倍総理大臣は国会で新型コロナウイルスの感染が首都圏で拡大していることについて、仮に都市封鎖になれば甚大な影響を及ぼすと危機感を示しました。一方、西村経済再生担当大臣は、現時点で緊急事態宣言を発する状況にはないと語りました。はい 安倍,総理安倍総理は今後の対処方針について、これまで以上に各都道府県との連携を密にし、一体となって対策を進めていくと強調しましまた。経済の中心でもある東京を含む首都圏で、急速な感染拡大を回避することは極めて重要と認識をしておりますが、仮にロックダウンのような事態を招けば、我が国経済にもさらに甚大な影響を及ぼすと考えています。 また、西村大臣は現時点で緊急事態宣言を発する状況にはないと語る一方状況は日々変わっている専門家の意見を聞きながら適切に判断したいと指摘し今後の推移を見極める考えを示しました。一方立憲民主党の杉尾議員が 都内で花見をしている安倍昭恵夫人の写真がネットに掲載されていると指摘したのに対し、安倍総理は東京都が自粛を求める講演で花見をしていた事実はないと述べました。国会では来年度予算案が午後の参議院本会議で可決成立する見通しです。